におめでとうございます。それでは少しお話を伺います。一選手達成おめでとうございます。ありがとうございます。達成された瞬間のお気持ちいかがでしたか？まあ、非常に嬉しかったですね。もう見回りからもあと一つって言われてたんで、まあ、お一中に決めたいと思ってまして、まあ、昨日できてよかったです。少しご紹介しましたが、今年はすでに107勝を挙げる好調なシーズンになっています。この好調の要因は私どのように思っていらっしゃいますか？まあ、そうですね、まあ、まあ、長寿の方、今井さんが結構いいかもしれませんで、ここまで来れたと思います。あとは、日頃状況をやっていて、まあ、真面目にやってきたのがここまで来ていると思います。次の目標、何かありましたら教えてください。まあ、一つはやっぱ一戦一勝なんですけど、まあ、目標はやっぱ二戦勝という大谷に行ける頑張ります。大きな怪我を乗り越えてきた私だからこそ、その数字の重みというのを感じてらっしゃると思いますが、そのあたりいかがですか？そうですね、まあ、落馬して1年8ヶ月という長い年期を迎えたんですけど、それからも、まあ、本当復帰してからいろんな上級者の方に乗せてもらって、まあ、今に至っているので本当に感謝しています。ファンの皆様の来場は叶いませんでしたけれども、画面の向こうでたくさん私のこの勇姿をファンの方が見守っていらっしゃると思います。そのファンの皆様に私からメッセージお願いいたします。はい、そうですね、今向かっているということで、まあ、競馬場に今いないんですが、まあ、一戦勝を達成できたことも、まあ、僕の力で一人で行ってないし、まあ、関係者、競馬関係者の皆様と、まあ、ファンの皆様、そしてやっぱ一番はレースで一生懸命走れた馬たちのおかげだと思っているので、まあ、本当に一戦勝できてよかったです。またこれからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。また上司騎手にお話を伺いました。なお通算一戦勝達成記念といたしまして、和田丈司騎手に対しまして大井競馬場より賞状、そして関東地方公営競馬協議会より賞状並びに記念品が贈られます。以上をもちまして和田丈司騎手通算一戦勝達成の記念報告会を終了いたします。皆様引き続き和田丈司騎手にご声援のほどよろしくお願いいたします。一戦勝達成本当におめでとうございました。ありがとうございました。